皆さんお待たせしました。君を守り続け
とうございます。皆さんこんばんは、ジャンクションと言います、ジャンクションの名前はですね、オフコースの、5枚目のアルバムジャンクションというのがありまして、全く同じじゃまずいだろうって真ん中にハイフォンを入れてですね、ジャンクションそう、実は小田さんには私お会いしたことないんですけど、鈴木康弘さんという方がいらっしゃってね、鈴木さんにお会いしたことがあって、ジャンクションってどっかで聞いた名前だななんて言われたことがありましたけど、今日本当に、なんかこんな素敵なね、ライブに、ご視聴させていただいて、キングとキンズの本当にお二人もういつもね、僕実は一緒なんですよね、どこか行くと必ずいらっしゃって、向こうも多分そういうふうに思ってるんだろうなって思うんですけどでもこうしてね、バンドでやらせていただくのは確か、イベントでは2回目でですね、今日はちょっとこの後ライブ拝見するのはものすごく楽しみでいましてですね、このテイクオフセブンさんにはね、私は初めてなんですけど、でも随分前にここでライブをしてたうちののび太です。のび太さんがいましてですね、僕40年前ですねだからテイクオフセブンが始まった年ですね、多分1980年に僕出ましたはい、年バレますけど、そう、あれですよね、のび太さん、そう、当時出したアルバムなんかも復刻になっててね、はいはい、すごいアルバム出してるんですよ、のび太さん、ぜひ皆さん買ってもらいたい。僕2枚買ったんですけど、レコードで、ね、2枚買ったんですよ、レコード版、ね、1枚もらいましたあ、そうそうそう、1枚記念に差し上げて、あのバックはですね、福山君のバックですね、ギターのコンツルシュですから、はい、もうすごいメンバーでやらせてもらいました。当時のび太じゃないですね、小山実って言います、そうそうそう、スマホで小山実ハードトゥービーアマンで検索するとドワーッと出てきます、ちょこっとだけハードトゥービーアマンって僕ね、すみません、ちょっとここ掘ってもあれなんですけど、ハードトゥービーアマンってどういう意味ですかって言ったら、男は辛いよ、そうなんですよ、だから僕のアルバムって白星の虎が隣にあるんですよ、そうなんですよ、あ、そういうことなの、そうなんです、だから虎のジャケット、そうなんですよ、はい、虎のジャケットなんですよ、ね、ね、すごいですよ、本当にぜひ皆さん聞いていただいて、はい、そこに今、300枚ほど置いてないですよね、置いてません、1枚もない置いてませんすいません、話が長くなってしまいましたけど、本当に今日は、1時間以上の尺でですね、バンドでやるのは、このメンバーでやるのは1時間以上で初めてじゃないですか、初めてです ね、で生まれて初めてですよね、生まれて初めて、はい、ということで、今日たくさんの、ね、方が来てくださってて、いつも言ってるんですけど、今日は3万人ぐらいの方が来てくださって、いやもう向こう見えないっすね、見えない見えないおーいねえ、すごいアリーナーイエーイ次に忘れちゃうよ、何でしたっけ、そうそうそう、何を、あ、素敵な話忘れちゃいました、はい、ということでですね、次の曲なんですけど、小田和正さんの、曲で、なんとか安田生命さんのですねコマーシャルソングでやってる曲バレバレやそのまま言うてるバレバレ明治なんとか生命さんのですねはよ、やろやりますか、それではその曲を聴いてください。
ことを大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れていかないで、疑うより信じていたい、たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう、いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめていること、君にまだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から君を愛しているということ。君は空を見てるか、でもそれを悲しいと決して思わないで。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめて、この場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいるから、終わるはずのない愛が途絶えた、命尽きてゆくように、違う、きっと違う、心が叫んでる、一人では生きてゆけなくて、また誰かを愛している心、悲しくて言葉にできない、ララ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 
できない切ない嘘をついては言い訳を飲み込んで果たせぬあの頃の夢はもう消えた誰のせいでもない自分が小さすぎるからそれが悔しくて言葉にできないありがとうございました。ありがとうございます。言葉ね、なんだっけ、確かなことと、言葉にできない聞いていただいたんですけど、バンドで、こうやってだんだんこうできるようになってきて、これからもっとバンドで頑張ろうっていう話をして、で今日このライブを出させていただくにあたって。この曲をどうしてもやりたいということで、話して、もう多分このバンドでやるっていうかジャンクションでやるのは多分初めての曲だと思うんですね。宇田さんの、曲で、まあ、新しいアルバムって言いますか、ベストアルバムにも入ってる曲なんですけど、みんなでこう合唱するみたいなのがあるんですよね。そうです ね大合唱するところ、ね、この小田さんの曲
もし知っていたら。知ってたら、風と君を待つだけっていう曲なんですけど、ご存知の方っていますか？後ろであーって言ってほしい。後ろであーってなんだよ。今は全部打ち合わせ通りでも何でもないですから。何を知ってる人って誰もいないです。います、いや、いますか？いらっしゃる。ああ、後ろに、あ、すいません、関係者以外は、誰も一人にならないで、何でしたっけ、もう一度夢を見せてっていう、素敵な歌詞ですよね。あのこの年になってくるとなかなかしみる歌詞でして、あの涙腺がね、涙腺がね、なかなかね、はい、あの非常に素敵な曲なんで、ぜひ皆さん、ここで覚えて帰ってくださいっていうわけにもいきませんけど、でもぜひ聴いていただきたいと思います。風と君を待つだけ。時は行く、今船
なかなかいい歌ですよね。なかなかいい歌ですよね。大抵いい歌ですよね。すごくいい歌ですよね。もう全部素晴らしいですよ。ね、なんかね、誇りを捨てないで、諦めないで、ね、あのちっぽけな誇りしか持ってませんけど、なんか諦めないでって言われるとね、あそこは頑張らなきゃいけないなというふうに思いますよね。はい。それでは、元気な曲、いってみたいと思いますか。はい、思いますかだって。なんか吉本新喜劇みたいになっちゃった。他人事なんですか。それでは、日韓合同サッカーの年にできました、小田さんの曲でキラキラっていう曲を聴いてください。ゆらゆらゆら心は揺れる、キラキラキラ時は輝いてる、今もう一度約束する、決して君のことは裏切らない、遠くに見えるその夢をまだ諦めないで、必ずそこまで連れて行くから、ダメだ嘘の気持ちを全てこの手に渡して、心は揺れる、キラキラキラ時は輝いてる、いつの日にかまた戻れるなら、その時帰りたいこの場所へ、切ない思いこの二人、心を踊れ。
たいと。いやこのメンバーになってからバンド何回かやらせていただいてまして、久しぶりにこうピアノと2人でやらせていただく曲をちょっと今日はやらせてもらおうかなと思っています。小田さんのそのピアノでやる曲も何曲かあるんですけど、その中からちょっと今日はぜひせっかく東京に来たんで、東京にちなんだ曲をやらせてもらおうかなと。東京の空という曲を聴いてください。自分の生き時の流れに乗って走ったことも振り返れば全てが同じに見えるあの頃みたいに君に優しくできているかな。今も一番大切なのはその笑顔、あの頃と同じ東京の空を今日君の住んでる街は冬の色ですか。頑張っても頑張ってもうまくいかない、でも気づかないところで誰かがきっと見てる、あの頃みたいに君に優しくできているかな。今も一番大切なのはその心と同じ。
ございます。東京の空っていう曲を、これ確か和田さんの、TBS の曲番組の中で確か風のように歌が流れていたか、クリスマスの約束かちょっとはっきり覚えてないですけど、楽譜書いた時に TBS って書いて曲を作られた中で、でもなんか素敵な曲で和田さんのベストの最近のアルバムの中に、入っている曲ですね。なんか頑張っても頑張ってもうまくいかない、でも気づかないところで誰かがきっと見てる、なんかねやっぱ この年になるとってばっかり言いますけど、なかなかしみるなと思って歌ってます。次の曲も、ドラマの主題歌になった曲ですけど、トライアングルっていうドラマ、昔のドラマですけどね、曲でさよならは言わないっていう曲を聴いてください。ずっと楽しかったね、あの頃周りのすべてが優しく、いつも僕らを包んでいるように見えた。語り合って語り尽くして、あてもなく探してた。あの道は果てしなく、どこまでもどこまでも悲しみはやがて消えることを知った。喜びはいつまで続けたわけじゃない、流されてきたとも思わない。追いかけた夢のいくつかは今この手の中にある。晴れ渡ったこんな日はいつでも思い出す。飛ぶように駆け抜けた遠い日の僕らのこと、心思い出に、そして君に、だからさよならは言わない。ずっとずっと楽しかったね、晴れ渡ったこんな日はいつでも思い出す。飛ぶように駆け抜けた遠い日の僕らのこと、たとえこのまま会えないも、思い出に、そして君に、
きっとさよならは言わない、決してさよならは言わない、なんか後ろから、ありがとうございます。キーボードいっくんです。どうもありがとうございます。ジャンクション2回目です。あ、そうでしたっけ。はい、そっかそっか、まだ新人なんで僕は、ね、皆さんじゃあ、忘れないうちにメンバー紹介をしておこうかなというふうに思うんですけど、じゃあ、今日はどっちからいこうかな。じゃあ、じゃあギターの、野口健一、そして、まだベース抱えてませんけど、ベースの鈴木浩平、そして、僕となぜか同じ名字の静目武志、ドラムス、私の影でほとんど見えないかもしれないんですけど、岩井大輔、そして、大阪が生んだ、嫌いなボーカリスト人吉伸太、さっきもう一回言います、いっくんです。はい、じゃあこれでメンバー紹介終わりましたので、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、コテコテ、初めてボケですね、その。そうですね、いや、なんかやってみたかったのよ、一度だろ、このくらいのことは。やらせてあげるよ。ということで、ギターとコーラスと、アコギと、ギターとコーラスとやってますので、斉藤博です。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、やっさー。はい、ですね、今日はですね、なんかここに誕生日の方がいらっしゃるって聞いたんですけど、いらっしゃったら足を上げていただいてもいい、あ、手を上げていただいてもいいでしょうか。あ、ちらっと真ん中の後ろの方、じゃあ皆さんでハッピーバースデー、はい、3、はい、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear 菊池さん、なぜか知ってる、ハッピーバースデー。名前知ってんなら最初に言ってあげたら誰も歌えないじゃないよ。おめでとうございます、ということで、ね、本当にでも1時間超えのライブって、ね、久しぶりですしね、昔ワンマンをやったことが あるぐらいで、こんなに長くやらせていただくの本当に嬉しいですよね。じゃあ安さん一言。いや、また12月に2日にライブをやる予定ですね。地元でね。地元でね。サンムシって皆さん知ってます？知らないですね。あ、知ってる。意外とさ、ね、知ってます。2020年全国魅力度ランキング最下位の街。なかなか取れないですね。最下位。最下位ですよ。本当ですか？1000ある市町村のランキングを測って997位。3つは同じ時点があったらしいです。なかなか取れない、ね。ちなみに市長は僕の同級生なんですけど、ね。そこに住んでるというね、はい、お前なんとかしろよって言ったんですけど、ね、お前もなんとかしろよって言われました。じゃあ、まあ、12月盛り上げましょうね、はい、はい。ではそれだけですか。あ、それだけです。それですということで、それでは、船橋市っていうところがあるんですけど、そこにですね、正直不動産っていう不動産屋さんがありまして、わかんないですよね。NHK のドラマでですね、正直不動産っていう番組があったんですけど、その、正直不動産のエンディングテーマ今から歌いたいというふうに思います。ちょっと前置きが長すぎました。 So far so good と聞いてください。
るあなた、ここに帰ってきた。柔らかな風が街を包んだ。今すべてのことが変わってゆく。人の心も変えてゆく。嬉しいこと悔しいこと繰り返しながら、相変わらずの毎日、そんな自分だけど、誰かを幸せにできるとしたら、きっとそれが一番幸せなこと。自分が思う道を歩いている。たとえ選んだその道が間違っていても、無駄な時間が流れるわけじゃない。どれだけ遠回りになったとしても、いつか目指したその場所へたどり着けるはず。でも誰かを幸せにできるとしたら、きっとそれが一番幸せなこと。春は来て、春は行く、生きてゆけばまた時が来る。誰かを幸せにできるとしたら、きっとそれが一番幸せなこと。この街にまた春が帰ってきた。少しだけ強く今ございます。正直不動産の、エンディングテーマなんですけど、本当になんかね、コロナが終わってからのことを小田さん書かれてるのかなというふうに思うんですが、次の曲なんですけど、ちょっと元気よく行ってみたいなと思うんですけど、オフコースの、まあ、前世の時代だと思うんですけどね、その、オフコースの名曲を小田さんがセルフカバーして、武道館でやってるそのバージョンでやってみたいというふうに思います。イエスの聴いてください。3、4
音を立てずに二人包んで流れてゆく。ああそうだね、少し寒いね。今日はありがとう、明日会えるね。ちょっと痩せてからにしたことですね。はい、あのね、楽屋にね、甘いものしかないんですよ。あ、おせんべいあったか。うん、ね、差し入れがね。差し入れが本当に、ね、本当にあれですね、素敵な差し入ればっかりでしたよね。ということで、本当にあっという間に時間が過ぎてしまいますけど、
ちょっとあの、物販をすみません後ろやっておりましてですね、あのジャンクションって初めて見られた方って結構多いんでしょうねきっと ねジャンクションって何者だっていうことを多分思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私も、2007年から、バンドやっておりまして、あのバンドの、番組とも出させていただいたりとかしてましてですね、あのそこからもう十何年、メンバーはちょっと、変わってはいるんですけど、でもこのメンバー今2023年バージョンでですね、あの来年2024年に向けて、まああの、チャンピオンスの方々とも一緒に、来年からいろんな面白いことをやっていきたいなというふうに思いまして、ジャンクションの今グッズなんかもありましてですね、実は私あのその知名度ランキング最下位のですね山武市でですねキャンプ場もやっておりまして、キャンプ場やってます。でキャンプ場のコップまで持ってきちゃいましたんで、もしもよろしかったら泊まり行ったら歌ってくれますからね本当かな、まあ買っていただいたら歌います。言っちゃった現金だね。あ、言っちゃいましたね、あのということでですね、最後の曲になってしまうんですけど、本当に、今日は、久しぶりに渋谷で、そしてライブハウスでね、どう野口くん、ね、久しぶりのライブハウスだね。渋谷最高。じゃあ一言。ね、最高です。最高に聞こえないんだけどな。小林くんは。いや皆さん本当に来てくださってありがとうございます。最高です。あ、じゃあ大ちゃん。渋谷の皆さん、田舎のもんなんでちゃんと温まってますかね。僕らつなぎ役なんで、はい、そうそう、バトンをね、あのまたちゃんと渡さなきゃいけないんですね。そうなんですよ。野口さん、じゃあ最後に。ヤッホーヤッホー。いや、あの小山みのるアルバム How to be a man でした。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いっくん、どうですか。ヤッホーありがとうございます。皆さん、ヤッホー僕はやらないです。そうですね、はい、すいません。ジャンクションで一度やったことはあるんですけど、多分ジャンクション史上一番難易度の高い、曲をですね、最後にお送りしようかなと思いますので、ちょっと妙な緊張が自分自身だけで流れておりますけど、最後に、本当に皆さん今日はありがとうございました。この次の素敵なバンドね、皆さんお目当てはそちらかもしれないですけど、今日は楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。それではまた皆さんどこかでお会いできたらというふうに思います。
忘れてすいません。この夢は捨てない、いつまでも追いかけていく、この愛は離さない、そのために生きてゆきたい。いくよ、しました。
街は動き出す雨に打たれた君ブラウスが乾いたら目を覚まさないのは気づいているのかそこに言葉はなかった見上げたら森も夜になるまで朝焼けのベランダで戸惑っている愛だとは読めず恋と決まらずただ君を心から大事に思ったモーニングようこそいらっしゃいました。やっほー。なんだ、何かいらっしゃる。ミックスアップ最終日でございます。ガチマネバンドの祭典、ジャンクションに大きなアクション。しずめさんとはですね、ことあるごとにですね、いろんな、曲のいろんなテレビ番組でほぼ必ずご一緒させていただいているというですね、本当にですね、いただいた貴重なご縁だと思っております。今日は一緒にですね、イベント、開催できてよかったです。ありがとうございます。多分ね、こういう時はちょっと長めに喋んなきゃいけないんだよ多分ね。3日目だから聞けるんだけど、3日とも来たらという人、ありがとうございます。そうなんですよ、僕らですね、キングズ・キング初めての、僕ら主催のイベントなんじゃないかなと、その主催、東京でですね開催する、初めてのイベントなんですけれども、皆様のおかげでですね、無事最終日を迎えることができました。改めまして本当にどうもありがとうございます。
昨日はこんにゃく麺の話をした。今日はね、これね、ごめんなさい、昨日来られてない方、何のお話だよと思うんですけど、僕はツイッターで痩せますということで、宣言したんですけれども、まあ、昨日はこんにゃくラーメンを食べたんですね。で、今日は、何か食べたっけ今日食べました。何食べたっけ。喉を潤すために、はい、あの油を取ろうということで、おファミチキ揚げ物作るよ。ファミチキはあれですからね、タンパク質ですからね油で油で揚げてます。皆さん本当ごめん、今日ね、今日3日目なんだよ。3日目ね、3日目朝起きてんだよ。あ、やべえ、声が出ない、どうしようどうしようどうしようって、これはファミチキ食べるしかないファミチキを食べたんですよね。そしたらって出るようになりました。ありがとうございます。なんかファミチキの CM とかなんかさせてくれないね俺めちゃくちゃうまそうに食う自信はあるよ本当に、そんな、キーズとキングがお送りいたしますミックスアップガチマネバンドの祭典、どうか最後まで楽しんでいってください。Oh,
ワン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  You hang up Just hang up You hang up the phone ワン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 。
楽しんでいただけておりますでしょうか。もうずっとここの、袖でもしくは楽屋でですね、ジャンクションさんの演奏を聴いておりまして、とんでもないバンドですね本当に。ずっとずっとですね、もう鳥肌が立ちっぱなしでございまして、もう本当に素晴らしい演奏でした。今一度大きな拍手を。今度なんかもしよろしければ、僕らが生まれたあの日のようにみたいとかですね、やらせていただけたらとってもあれですね。しれっ、言ったもん勝ちでしょね。そうなんですよ。ですね、僕らの、ステージはですね、基本的に MC が少ないんですけれども、最近ねちょっとずつ喋るようになったじゃないか。そうですね。お前も何も考えてなかっただろう。もうね、ホームランを狙ってんだよこいつは。でホームランを狙うっていうことは、いくら強打者でもやっぱり3割でしょ。そのうちのホームランなんてさ1割にも満たないわけなんですよ。その1割以外が全部三振なんだよね。1割っていうかパーセントでいうと何パーセントくらいですか。 10% だろ。これでもね結構情報をしてるとは思うんですけども、まあ、ちょっと話は変わりますけれども、僕らですね今日、グッズも、ご準備させていただいておりまして、なんだろう、これね2日間言ってなかったんだ気づいたら。8月30日に、キンズキングオリジナル、ファーストアルバム K というアルバムを発売いたしました。まあ、ちょっと今日はこの格好だからやらないけど、8月30日の、レコ発コンサートなんですが、盲腸になりました。本当ごめんなさい。痛かったんだ。盲腸ってさ本当に痛いんだね。なんか痛そうでしたよ。痛かったよ。ね、盲腸になったことある方いらっしゃいますか。あ、意外と少ないんだ。大体日本の人口のうちの半分ぐらいの方は盲腸になると思ってたんですけど。で、それがいつ来るのかみたいな。盲腸、虫垂炎にならずに一生を終えた人は幸せなのかなとかちょっとね思ってみたりしたんですけど、なんだよこの話。あったんだ。日本テレビさんのですね、行列のできる相談所というですね、番組に、ひろみさんの、サプライズということで、出演させていただいたんですが、その日の朝からずっと胃が痛かったんです。僕胃が痛いんですよ。これはでも初めての生放送でしょ。今までその収録ってなったから、ね、生放送って、ね、経験したことなかったわけなんです。あ、これは緊張による痛みなんだなずっと思ってですね。そうすると、まあ当日楽屋に着きました。楽屋に着きましたけれども、ずっとずっといて、あ、これは僕、俺めちゃくちゃ緊張してんだなとか見ながら、その後ですね、ふとモニターを見ましたら、両国国技館の方にチャゲさんがいらっしゃるということで、そしたらですね、この人はいつも何があっても動じないんですよ。大体どんな大きな舞台でもずっと済ましてるんですよね。この人ものすごい強心臓で、で俺がいつもあたふたしてる中でももうなんかずーっと微動だにしないから、たまにイラッとすることあるんですけど、でもね画面にチャゲさんが映った、で同じ両国国技館の中に僕らいるっていうこと。そうするとパッて見たら、俺初めて見たこんなにそわそわしてる金次。いやー、もうびっくりでしょ。
ですね、誰も知らなかったですもんね。そう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 、誰も知らなくて画面を見たらチャンさんになっちゃって、で、脱いだ靴下をまた履いてまた脱いでもう何してんのかなと思いながら、でも俺いい亭主とか思いながら、で、本番を終えたんですね。本番を終えて、それからホテルに帰るとですね、その痛みがずっと、ちょっとずつこうなぜかこれ下に降りてくるんですよ。下に降りてきて、あ、痛い痛い痛いと思って、で、その日も、ちょっとあまり眠れず朝一の飛行機で福岡に帰ったんですけれども、そしたら、一歩踏み出すと痛いんですよ。ドンあドンうんドンドッタ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 、やんねえよ。いやね、本当に痛くて、それで、病院にそのまま行ったんです。僕、お家に帰らずにそのまま病院に、行きまして、そしたら、検査の結果、小川さん、これはですね、あの急性虫垂炎、いわゆる盲腸です。これは結構あの神経質進行しているので、すぐ手術をしましょうという話になりましたですね。で、ちょっと話は長くなりましたけれども、レコアツワンマンコンサートは、また日にちが決まりまして、皆さんにお知らせできる時が来ましたらすぐにお知らせをさせていただきます。どうかチャンネルはそのままで。長い、話が長い。さあ、というわけで次あなたの番ですよ。最後まで楽しんでいってください。No.
かけよく物語ほどの優しさで
らない景色が今夜もまた今夜も
どうもありがとうございます。どうしよう、ミックスアップガチマネバンドの祭典終わっちゃうよ3日間。なんか寂しいな本当に。残り、僕ら、キングとキング3曲なんですけれども、本当に最後まで、残っていただきましてどうもありがとうございます。さあ行きましょうか。
けられたら希望を見て君を慰めたい。どうもありがとうございました。今日ご一緒させていただきました、千爪さん率いるジャンクショーにもう一度大きな拍手を。本当に素晴らしい、今日で、3日間ですね、全行程を終了することになるわけなんですが、もう一度紹介をさせていただきたいんですよ、まず、1日目に、出演しましたチェルシーチェルシー、それから、
バリスタ、それから、2日目に、出演しました、カトリーナ陽子、そしてみっちゃんですね、本当にあの皆さんのおかげで、3日間が、無事終了することができそうです。この状況になるとですね、最初やる前は大丈夫かな、僕らがこんなことをやって、果たしていいのだろうか、いろんな不安や焦りがありましたけれども、こうやって、最後になってみるとですね、本当にもう終わっちゃうんだと、終わっちゃうんだ、寂しいなと、本当にもう寂しい気持ちでいっぱいなんです。なのでもしよろしければまたですね、第2回第3回とミックスアップガチマネさん、ガチマネバンドの祭典、続けていけたらと思います。3日間本当にどうもありがとうございました。一つの今度を分け
アンコール、ありがとうございます。それから、ジャンクション、しずめさん、もしよかったらまた一緒にやりましょう。本当に素晴らしかったです。一番最後の曲ですよ。何か、多分妖怪の方々も、僕らを祝福してくれてるようでございまして、本当にですね、大丈夫なのかな、大丈夫ですか、なんかこんな役に立った今そうか、また盲腸にいて一回しかならねえよ本当に本当に、一番最後の曲なんですよ。そうですそうです。なんだろうな、もう一度告知をさせていただきたいんですが、今度24日ですね、24日に、日本テレビさん、モノマネグランプリですね、ショートネタナンバーワン決定戦というものに出演させていただきます。これはまたまたしずめさんもご一緒なんですよね。しずめさんのね、こう、ステージを見たんですよ、見たんです。もうね、本当俺今みんなに言いたい、みんなに言いたいんだ、すごいんだよ、すごいんだよ、本当にすごいんだよ本当に、これね、本当に言いたいんだけど、言いたいんだけど、それはね、情報解禁になったとしても言っちゃいけないから、オンエアがあるまでですね。今ここまで出かかってきてる、こうやって大丈夫ですか、このままこのままこうこっちにこう置いてきてますけど、大丈夫ですか。なんか今日盲腸でだから離れないな。ねえ、まあ盲腸に関してはですね、まあいろいろありまして、もう大丈夫そうなのかな。あ、OK です。それはまた次の機会でお話しようかな。長い時間お付き合いいただきまして本当にどうもありがとうございます。最後はですね、僕らがずっとずっと結成してからずっとずっと大事にしてきた、大切にしてきた特別な曲を、最後に歌わせていただきます。今日どうもありがとうございました。Yes.
上がる